俺がブストリーだ。俺は超一流だからな。だから俺の国は産業も工業も超一流。そいつが痛いやつだ。俺はドゥーチェ。イタリアの覇者は弱い者自分は決してやらん。いつだって弱きを助け、強きをくじく。強い者を探す。どうやら最強の相手が現れている。そこでぶっ飛ばしてやるぜ。俺の敵じゃなかったな。年間のエチオピアを手に入れたぞ。はあ、これがエチオピアの大地か。はあ、なんもねえな。俺はドゥーチェ。イタリアの覇者は敗北者にも優しい。この天才的な頭脳でお前の国の良さを引き出す産業を与えてやろう。ここは新しいパスタ畑かな。ふう、ヨーロッパはドゥーチェのおかげで今日も平和だぜ。新しいパスタマシーンが完成しました。だん、今度はスペインでトマト投げ祭りが開催だ。俺たちも参戦だ。した、到着。お前ら祭り会場に行くぞ。何何、地元住民の話によるとトマトで敵のエリアをスプラトゥーンすればいいんだな。パスタタイマーが完成しました。ついでにピザ工場も完成したよ。マドリードまではサクッと行けそうだな。ん、あれはソ連じゃねえか。スターリンも気を数えるのが嫌でついにトマトを投げに来たのか。トマトはイタリア産が一番だが、ソ連のような後進国でもトマトは育つんだな。へえ。どうやら赤い国だけあってトマトとシナジーがあるらしいな。派手にやるじゃねえか。しかし俺たちももうすぐマドリードに到着するぜ。ん、あ、後にスターリンはこう語ったという。全部あいつが悪い。言い忘れていたが、これはドイツ、イタリア、ソ連マルチである。俺はドゥーチェ。イタリアの覇者は常に強いものを求め続ける。バルカンの表しと呼ばれるアルバニアと一戦交えるぞ。はあ、俺のドゥーチェ力だけで戦わずとも政府が吹き飛んでしまったぞ。はん、これがアルバニアの大地か。しっかし千枚とっちゃいな。イチオピアの方が増しちゃうか。俺はトゥーチ。イタリアの覇者は従順なものにも優しい。この未来を見通す頭脳で最高の仕事を与えてやろう。もうせやな。まあ、ピザ工場でトマト乗せる仕事な。ユーゴくんがごちゃんでドゥーチェ批判してたらしい。俺はドゥーチェ。イタリアの覇者は海のように心が広い。これ式のことでは決して怒りはしない。ボコボコにすることにした。ヨーグルトの会社から業務提携のお誘いが来た。もちろん丁重に断った。後で国ごともらうからな。1937年9月10日、その時歴史が動いた。ユーゴスラビア、てめえはこのベニート・ムッソリーニが直々にぶちのめす。は？ありのまま今起こったことを話すぜ。
俺はユーゴスラビアに宣戦布告をしたと思っていたら、いつの間にかルーマに宣戦布告されていた。な、何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしい片鱗を味わったぜ。うろたえるんじゃない、イタリアのドゥーチェはうろたえない。なーに、ドイツからロンメル将軍率いる部隊が援軍に。さすがドイツ、俺たちができないことを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。俺はドゥーチェ、最高の指導者は数の不利にも屈しない。こたびの勝利をもって俺が最強であることを世界に見せてやる。たとえ2対1だろうが、俺の兵力の前にはムダ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 ムウソリーに容赦せん。オーラオ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 ラ